はい、今日は車の中で岩谷監督に突撃インタビュー。パチパチして、あ、ダメだね、運転してるからね。うん、そこは集中して。はい、岩谷監督、あのセレクションも無事終えましたが、どうですか今の感想は。いや、もう早く選手揃ってほしいなっていう気持ちです。そうですね、ある程度もう来年の構成が、あのイメージできるかと思うんですけど、どうですかチームカラーとしては。やっぱり打撃のチーム目指してますか。まあでもそうですね、一番は打撃で見てる人がワクワクする試合展開にはしていきたいなと思うので、打撃のチームでは行きたいですけど、でも守備もっていうのはちょっと思ってるんですよ。逆にどう思います？振るこっちにまあまあバランスって大事なんでね、守りも大事ですけど、まあ攻撃の面で言うとやっぱ岩谷監督ね、ホームランもやっぱいっぱい打てる選手だし、采配になるとバントばっかりっていうのもなんかあれってちょっとこけそうなんでね、まあそこは岩谷監督の色を出した攻撃力のあるチームというかね、まあもちろんねケースによってはバントだったりつなぐバッティングって大事ですけど、まあ基本的にはそういうなんていうんですかね、ドカーンというかね、うわあんだけ振れるチームってあるんだなっていう、そういうなんかチーム目指してほしいなっていうのはありますけど、個人的には。そうですよね。そうだからね、思ってるのはなんか調子いい悪いとかじゃなくて、じゃあ結果打てた打てないとかでもなくて、スイング一振りしただけでやっぱり相手が怖いなって思うようなバッターをにしていきたいなって思ってるから、じゃあそれが一人一人がそういうバッターになってって、チームとしてあこのチーム戦いたくないなみたいなのを作っていきたいなって思ってるので、結果重視もするけど、でもまずそれまでの過程というか、負けるにしてもじゃあただあっさり負けて弱いねって終わるのか、いや勝ったけどなんとか勝ったねっていう風に相手に思わせれるのかっていうところを重視してやっていきたいなって思ってます。やっぱり相手にねどう印象を与えるかってすごい大事ですもんね、結果もですけど。じゃあやっぱり練習ではかなりの振り込みをしていく予定ですか。いやもうそれは覚悟しといてくれと。これ見てる選手たち覚悟しろと、遊んでる暇ねえぞと。ないぞ。まあね、後ほどっていうかまだ年明けとかで選手は誰が来るのかっていう発表もするので、まあ、それも皆さんには楽しみにしてもらいつつ、もう分かってる子は分かってるんで来る子は覚悟したいと。まあ、なんなら今のうちにねレベルアップしといてもらいたいですよね。そう。ちなみに岩谷監督が考える、まあ、打順ってその監督の個性が出るじゃないですか、考えて、はい、岩谷監督が思うここの打順って結構ポイントじゃないかなっていう打順ってあります？いや、やっぱりね、なんかそれパッと見4番って重要だなって思うけど、それって結局用意スタートのドンの4番だから、じゃあその試合展開とかも今までなんか自分がこう経験してみて重要だなって思ったのは意外と下位打線6、7とか、はい、8番とか結構チャンス回ってくるから、クリーンアップでしっかりといい子を使うっていうのもそうだけど、それってじゃあ単発的に1点2点とかっていう取り方になってしまうから、なんか大量得点とかを取っていくのにつなげるとしたら、まあ結果みんな大事よねまあでも結構その、まあ、6、7、8あたり結構キーになるんじゃないかなっていうのが岩谷監督の考え。じゃあやっぱりそこの6、7、8あたりに力のある選手を置くのか、どちらかというとその信頼度が高い選手を置くのか、もしくは爆発的なものを持っている選手を置くのかっていうので結構ポイントになると思うんですけど、岩谷監督的にはどういう選手を置きたいなってあるんですか？いやちょっとね、今ねそこは正直まだ決めきれてないです。今言ったように何かしてくれるって人を置くのか、それこそ信頼してる人を置くのか、もうそのどっちかかなって
ちなみにやっぱその用意スタートってなった時の一番打者って結構私は重要かなって思うんですけど、岩谷監督がこう求める一番打者ってどういう選手ですか？例えば足が速いとか出塁率高いとか、逆に足遅くてもいいから長打が打てるとか、いろいろまああるじゃないですか。どういうのが理想ですか？めちゃくちゃな理想は足速いかつ絶対的に出塁してくれる人。ってことは選球眼がいい、だし、うん、もうヒットも打てる。めっちゃ難しくですね。完璧な理想はでもそれかな。まあでも理想はね、求めていくべきだと思いますけど。だからじゃああとは何を優先にしていくかっていうことだから、結構チェイさん一緒にやってた時はもうチームとしてのそのやっぱりよいどんの一番バッターだから、どっちかって言ったら空振りとかももう気にせずに相手チーム威嚇してこいぐらいじゃなかった？そうだね、去年そうだね。そうだから、それかもう本当になんか確率的に塁出てくれる子を一番にしてクリーンアップとかにつなげていくのかっていう、なんかどっちかだと思うんだよね。だからやっぱどっちもが欲しいよね。まあでもなんか一緒に岩谷監督とさせてもらってた時の私の、まあ、一番は、まあ、もちろん出塁が高い、まあ、選球眼がいい子っていうのもあったんですけど、まあやっぱりその一番って顔じゃないですか、うん、ある意味。なのでやっぱりその一番で、あ、ちょこちょこ出るなっていうよりは、やっぱりうわもうしょっぱなこの子かよっていうプレッシャーをちょっと与えたいなっていうのがあって、なのである程度長打も打てる一番置いた方が攻撃的になるかなっていうのがあって、まあその時岩谷監督4番打ってくれてたんで、余計にそこの出塁が大事だなっていうのがあったんで、そうしてたんですけど、まあ結果的に言えば良かったんですけど。そうですね、その時に打てなくてもじゃあなんとか出塁してくれる子、じゃあ出塁できなくても球数稼ぐとか投げにくいなって思わせれる選手とかいるじゃん。そういう子を一番にするっていうのもだし、そういう選手になってほしい、今来る子たちも。今その一番枠を、ルンルンが狙ってますけど、どうですかルンルン？いや、まあルンルンはルンルンで、いや、まあいい意味で何考えてるかわからないから、ずっと敵でやってたけど、ある意味対戦はしにくいかなっていうふうには思ってたので、なんか抑えれるだろうとかって思ってた時に意外とチャンスを打ってたりとか、そういうのがあったからなくはない、もちろん一番。ただ今からどこでどう使っていくかっていうのはまだ今では判断できないんで、選手しっかり揃ってからそこはちょっとじっくりといろいろ試しながらやってみたい。なんせルンルンのそれはいいところはいいところで出してあげたいから、意外とじゃあルンルン一番がいいって言ってるけど、いやそこじゃ、そこが一番いいわけではないかもしれないかな、まあ、ルンルンがね、そう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 、生きる打順ってありますよね。そこだけちゃんとこうなんか潰さないように、潰さないようにとか、いいところいいところで残しつつもっと良くなるっていうのは考えていきたいなって思います。来年楽しみにしてますね。岩谷監督しますね。ぜひ理想のチーム目指して選手育てながらチーム作っていってください。はい、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございました。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録といいねボタンで応援のほどよろしくお願いします。